こんにちは、まさこです。ハンターハンターの開封をします。前回ハンターハンターの開封やったんですけど、お目当てのものが出なかった。まあ出たんだけど、もうちょっと狙いたいというところで、10個追加しました。ちょっと楽しみ。前回、何が出たんだっけな？そう、ノーマルの、サトツとヒソカとイルミが出たんだよね。で、スーパーレアのキルアじゃなくて、ヒソカとゼノが出て、で、旅団が、レアの旅団が何人か出たはず。で、今日は、ダブルハンターレアのゴンとキルア狙い。で、あと、ハンターレアのクラピカとクロロも狙って、10個開けていこうと思います。さあ、何が出るかな？いきます、1個目。出た、フランクリン。これ前回出た気がする。フランクリンはレアの旅団ですね。のフランクリン。今日はちょっと先にこのゴンの表紙のパッケージの方から開けていこうかなと思います。じゃあ2個目。いきます。イルミ。イルミだ。デジャブ？前回と同じラインナップ。でも最近イルミ好きだからよしとしよう。イルミは嬉しい。でもね、イルミなぜかノーマルしかいないんですよね。いないんだよね。次回作に期待。レアのフェイタンですね。これレアってクロロいるの？あ、クロロレアいないんだ。団員しかいないんだね。クロロはスーパーレアとハンターレアだけだ。なるほど。はい、フェイタンが出ました。ポノレノフ。ポノレノフが出た。旅団ばっかり。旅団ばっかり出る。そっか。旅団だったら何が欲しいかな。でもフェイタンは、まだいいかな。女性系欲しいかも。モツとかしずくとか、パクノダ。パクノダ欲しいかも。モードで頑張ろう。よし、流れが変わりますように。来い。きます。キルが出た。かわいい。これノーマルキルアかな。そうだね、2番。ノーマルキルア。確か前回ノーマルゴンも出たから。
ゴンキルが揃いました。嬉しい。でもね、レアなやつが欲しいんだよ本当は。残り半分5個お願いします。お願いします。はデジャブゼノさん、ゼノさん前も出たんだよな。28番、うん、2枚目。生涯現役の文字通り暗殺者として未だ現役。強敵を倒すためなら自分の命を平然と投げ出すなど、その戦い方は百戦錬磨を思わせるでしょうね。キラキラしてる。これ一応スーパーレアです。なんか2枚目だから感動が薄い。レオリオが出たよ。これ多分ノーマルだな。4番ノーマルレオリオが出ました。嬉しい。あとクラピカだけだ。ノーマルはゴンとキルアとレオリオが揃いました。なかなかこのレア系がやっぱりなかなか出ない。ダブルハンターレアのゴンとキルアが出ますようにお願いします。さあさあさあ、来ます。はい、おこれね、これね、26番スーパーレアのキルア、これ持ってるでも嬉しい、キルアが出ました。嬉しい嬉しい。残り2つゴンとキルア、ダブルハンターレアのゴンとキルアっているはず。よし、何かな、いきます。はお、ゴンこれノーマルだ。ゴンが出ました。ノーマルゴン、これ前回出たんだよ。結構前回と被ってるな。なるほど、険しい道のりになりそうですね。最後ラスト開けます。なんかいいのいてくれ、レアのいいのがいてくれ。せーの、あ、お、ネオンだ。ネオン、でもこれ多分ノーマルだよな。うん、ノーマルネオン、ネオンが出ました。あー、かわいいね。でもすごいかわいい色合いとか、このなんかペンについてるお化けみたいのもいるし。はい、ネオンが出ました。そうかそうか、うん。じゃあ今日出たやつ改めてご紹介します。ネオン、ノーマルネオン、ノーマルゴン、スーパーレアのキルアと、ノーマルレオリオ
スーパーレアのゼノ。誰だ？キルア。ノーマルキルア。ノーマルキルアでも初めて出た。はい。ああ。はい。なんだっけ名前。ボノレノフ。レアのボノレノフ。と、フェイタン。レアフェイタン。イルミ、そうだ、イルミも出たんだ。イルミ。はい、レアのフランクリンでした。今日初めて見て嬉しかったのがこの3つ。レオリオとネオンとフェイタンでした。はい。まあこんな感じで、ちょっと残念な結果に、なったんだけど、沼ってるかもしれない。ちょっとまた追加でやるかもしれません。ちょっとどうしても欲しくなってる。ダブルハンターレアとハンターレアのクロロ、グラピカ、ゴン、キルア欲しいなって思っちゃってます。まあこんな感じでした。今日の動画は終わりです。ではおやすみなさい。